産経新聞の安倍元首相国葬当日に名前掲載のファンド、賛同を置く。産経新聞の企画、9月27日の産経新聞朝刊で安倍元首相の特別紙面を掲載。その紙面内にあなたのお名前、本名に限る、を掲載と、要は安倍晋三元首相の国葬にあたり、広く社会で弔意を、のクラウドファンディングサイトだ。募集締め切りは8月30日としている。1人5000円、目標は6000万円だった。紙面掲載新聞は各自で購入する。産経新聞によると、想定を上回る皆様からの弔意をお伝えしたいという思いに応えるため、特別紙面を拡大し、新たに2000名を募ることと、これもやすやすクリアして13日に締め切った。当初目標は購入数千、500万円だったそうだから新聞一面割安広告の半額に設定した程度だったろう。購入数は 800%、ファンド金額は4000万円になった。産経は余ったファンドの使い方に頭をひねっているかもしれない。皆の衆の思うことは素朴だ。安倍国葬反対を言い立てている連中はこれを知って、気が狂わんばかりか。市民団体、弁護士連中、カス野党、マスコミ太鼓持ちレベルの評論家、いちいち名前を挙げないが、こいつらの動きがこの数日不愉快で仕方なかった。イギリスのジョンソン首相は SNS に、信じられないほど悲しいニュースです。彼のグローバルなリーダーシップは、多くの人々の記憶に残ることでしょうと投稿。長く日本のリーダーを務めた安倍元総理大臣が銃撃された事件は、世界中に衝撃を与えました。気づいたアメリカのトランプ前大統領。真の偉大な人物であり、リーダーである安倍元総理が銃撃され、本当に衝撃的なニュースだ。ブリンケン国務長官は、安倍元総理の命を狙ったニュースに深い悲しみと。中国国営メディアでは、日本に駐在する特派員が中継で事件について速報をしました。 SNS の別に安倍元首相命いいと舞い上がっていない。国民の代議を背負い真摯に政治活動をしている最中に卑怯にも背中から銃撃を受け、暗殺同様の非業の最後を遂げたことを悲痛に感じ、心を痛めているのだ。17歳の時に左翼の浅沼稲次郎党代表が公衆面前で暗殺された事件でも暗淡とし、怒りを感じたことを覚えている。世界は安倍氏の死を悼んだ。あの中国でさえも丁寧に追悼の言葉を送っている。葬儀参列の問い合わせが殺到したとも。まともな条理をわきまえない手合いは日本にぞろぞろいたのだ。産経新聞は良い提案をされたと思う。このような表現の自由があるのだ。このような第四の権力と言われるマスコミの特権は歓迎したいと思う。お聞きいただき感謝申し上げます。